まあ、前半はねボルドムントが終始浦和陣内で持って、はい、まあ、焦らせっぱなしだったんですが、そうですね、まあ、ワンプレーからちょっと流れ変わりまして、うん、でセットプレーで先制、そうなんですよね、はい、ちょっとまさかセットプレーからボール入ると思わなかったですけど、はい、まあ、ボルドも言ってましたけどね、うまくこうボールが来る前に相手外してね、投げ出してうまく決めたと思いますね。これでまあゲームが面白くなりましたよね、はい、で後半ドルトムント5人かな交代して並びを 3-4-2-1 に変えました。で圧巻だったのはこの9番エムレ・モル、マクモをすり抜いて左足流し込み、スルスルっとこう抜け出してね、はい、マキの手でね抑え込もうとしましたけど、それもねうまく外しながらね、最後タイミング外してトーキックなんですよね。このシュートのタイミングがねやっぱり西川にしてみると、はい、防ぐのは難しくなりましたよね。そのドルトムントモルのこの球速マキノを振り切って加速、一度パスは引っかかったんですがシュベルツァーが冷静に引きつけてウィター・エムレ・モルに蹴らせました。まあエムレ・モルの、ね、はい、個人の力からチャンスを引き出しましたね。最後自分でもしっかりフィニッシュで決めると、ここでちょっとねチャンス告げたかなと思いましたけど、はい、うまく自分の前スペース作っといて、まあ、マキノに当たってしまったんでね、西川にとってはちょっと防ぎようがなかったですけど、エムレモル良かったですね、本当にスタート湧いてましたからね、彼は。でもチャンスはいくつか作ってね、これはコーナーキックからの同点ゴール、高木から遠藤です。またまさかのコーナーキックからのゴールでしたけど、高木、まあのボールの質も素晴らしい、ヘディングも見事でしたよね。まあ、ちょっとドルトムントとしてはセットプレーの守備はちょっと大きな課題が残ったままですね、はい、まあ、当然ですけどね、今日ばかりですね。で大きなサイドチェンジ、遠藤の頭に当たったこぼれ球、シュールレが技ありのゴールです。まあシュールレは本当にシュールレ自身も言ってましたけど難しいゴールだったと言ってましたけど、はい、ゴールが難しかったと思いますが、左で蹴ったんですよ、右で蹴るような持ち方してましたよね、うまくボールを上げましたけど、はい、浦和サイドにしてみると、まあ、結果的にはね、遠藤のミスですけど、はい、後ろで狛江が声をかけてれば済んでることなんですよね。なるほど、はい、そのコミュニケーションというのは詰めていかなきゃいけないですね、浦和サイドはね。